不動産登記は不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することを言う。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し、登記事項も若干異なる。不動産登記は民法、不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は登記書において登記官が行う。立木登記など 不動産登記法以外の特別法によって登記されるものもある。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。江戸期の土地の支配については、農地に関しては、県地町都市部においては、売買記録である、保険場及び、それをもとにして、町役人が作成保有した保険庁などにより、その所在を証明した。山林などについては、これら支配を称する。 制度的な文書がなく、多くは監修により取り扱われた。明治維新になって、まず、徴税の目的から、明治4年12月27日、東京府下の市街地に対して知見が発行され、続いて、明治5年2月15日の田畑、永代売買禁止令の廃止に伴い、これまで、高祖の対象とされてきた軍村の土地を、売買上とする際にも知見が交付されることとなった。 当初、知見は、取引の都度発行するという方式であったが、この方法では、全国の土地の状況を短期間に把握することは、不可能であったため、同年7月4日に、大倉省立第83号を発し、都度の知見発行を改め、人民所有のすべての土地に知見を発行する知見の、全国一般発行とした結果、すべての私有地に対して知見が交付されることになった。 知見の発行は、旧来の町名主や商屋を取り込んだ、古町役場においてなされ、割引を押した一通を所有者本人に渡し、役場で控えを元町に閉じ込み保管した。この元町を知見台町といい、毎年その写しを大倉省に提出させることとした。この知見台町が、後の土地台町の基礎となる。続いて、明治六年七月十八日には、 地租改正条例が発布されるとともに、地権制度にも改正が加えられ、人身地権に代わって、一筆の地に一枚ずつ交付される、全国共通の地権に変更された。土地の譲渡においては、地権を書き換えるべきものとされていたところ、明治12年2月、これに替え裏書き移転となったが、翌明治13年11月土地売買譲渡規則の制定により、所有権移転は、 古町役場の交渉手続きによって行われることになったため、知見の裏書きは、納税義務の移転のみを示すものとなったなど、制度上複雑なものとなっていた。また、古町による交渉制により、二重登記、虚偽登記といった問題が頻発した。このため、交渉制度の整備や、登記法の実施8月13日交付、翌年2月1日施行によって、近代的登記制度が、 公法的に導入され、知見は法的な意味合いを失い、明治22年3月22日の土地台帳規則制定とともに廃止された。しかしながら、当時の不動産登記は不動産の権利関係のみを講示するものであり、不動産の物理的現況を明らかにするものとしては、税務署に課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳が備えられていた。戦後、台帳事務は、 登記事務と密接な関係があることから、大庁が登記所に移管された。その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を講示する登記制度と、不動産の現状を明らかにする大庁制度が並存することとなったが、登記簿は申請主義が基本であるのに対し、大庁は登記官の職権によって登録することが、 できたから、両者の間に不一致が生じるなどの問題が生じた。そこで、1960年、大腸を廃止して、大腸の弦に効力を有する事項を当規模の表題部に移し記する,する一元化を行うこととなり、一元化作業は、1971年3月31日、全国のすべての登記書について完了した。この結果、は、表示のと、 金利の登記の両方を含むこととなった。なお、移り機の終わった大腸は、当分の間保存することとされ、現在登記書に保存されている、旧土地大帳は、登記簿に登記される、以前の所有者や分泌の経緯を知るための資料となる。なお、家屋大帳は廃棄された。登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を、 記載するために設けられた登記書が保管する帳簿を言う。登記簿は当初大副長式の帳簿であったが、1951年6月29日に交付された不動産登記法施行採則の一部を改正する不礼によって、1960年頃までの間に登記用紙の箇剰が自由なバインダー式の帳簿となった。1個の不動産について、 登記事項を記載した書面を登記用紙と言い、これを一定数変哲した帳簿を投機簿と言ったが、一個の不動産についての登記用紙そのものを登記簿と言うこともあった。このような紙製の帳簿による処理をブックシステムという。2008年現在、日本全国の一般的な土地、建物の登記簿はコンピューターに移行が完了し、ブックシステムの登記簿は閉鎖された。 なお、従来通り登記書にて証明書は発行される。登記事務の大量、複雑化に対応するため、1988年、登記事務のコンピュータシステム化を行うこととする法改正が行われ、移行作業が完了した登記書について、順次法務大臣が指定を行い、指定された登記書において、コンピュータシステムによる登記事務を行うこととなった。移行作業は、 東京法務局、板橋出張所に電磁的データで記録することとされている。この電磁的データを登記記録といい、記録媒体である磁気ディスクを登記簿ということとされている。登記簿は、表題部と権利部に分かれ、権利部は、所有権に関する登記を行う項区と、所有権以外の権利に関する登記を行う、おつくに分かれる。不動産の登記には、 表示に関する登記と権利に関する登記とがあり、表示に関する登記は登記簿の表題部に、権利に関する登記は登記簿の権利部に記録される。表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、権利に関する登記の前提とも言える。表示に関する登記には対抗力は認められないが、例外として、借地上の建物について、 最高裁判所は対抗力を認めた。法27条から法58条までに主要な規定があり、その他の法令、通達が実務における運用の補強、潤滑化のために規定、発令されている。登記事項としては、登記年月日等のほか、土地の場合は土地の所在、地盤、地目、地積に関して登記がなされ、建物の場合には建物の所在、 家屋番号、種類、構造、床面積などが登記されている。これらの移動があった時は移動があった日から1月以内に申請をしなければならない。表示に関する登記には次のようなものがある。権利に関する登記は不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅を講示するための登記である。権利に関する登記は 第三者対抗要件である。不動産についての権利の優先関係が問題となる。時は、登記の有無、戦後が基準となる。一般に登記といえば、権利に関する登記のことを言うことが多い。法59条から法118条に、主要な規定があり、各種法令、通達が実務のため規定、発令されている。登記事項には、登記の目的、 受付年月日、受付番号、登記権員及びその日付、権利者の住所、氏名等がある。所有権に関する登記権利に関する登記のうち、所有権に関する登記は、権利部の広区に記録される。所有権に関する登記には、次のようなものがある。表題部所有者、または、その相続人その他の一般承継人。所有権を有することが、 確定判決によって確認されたもの。収容により所有権を取得したもの。区分建物の場合で、表題部所有者から所有権を取得したもの。なお、その建物が敷地権付き区分建物の場合、敷地権の登記名義人の承諾が必要。登記されている所有権の登記事項に変更等があったときは、次のような登記がされる。 所有権以外の権利に関する登記権利に関する登記のうち所有権以外の権利に関する登記は権利部のおつくに記録される所有権以外の権利で登記されるのは溶益物件、担保物件、賃借権、採石権である効区のない登記簿におつくのみを登記することはできないこれらの権利の変更消滅等が生じたときは所有権に関する登記と同様 変更登記、構成登記、抹消登記、回復登記がされる。本登記を申請する要件が整わないとき、具体的にはに順位を確保するために行われる登記を指す。仮登記自体に対抗力はないが、後に本登記を行うことで、仮登記の順位で本登記が行われたことになる。権利に関する登記のうち、 すでにされた権利に関する登記についてする登記であって、当該すでにされた権利に関する登記を変更し、もしくは構成し、または所有権以外の権利にあってはこれを移転し、もしくはこれを目的とする権利の保存等をするもので、当該すでにされた権利に関する登記と一体のものとして講示する必要があるものを言う。登記の順位は原則として、 登記申請受付の時間的前後によって決まるが、不起登記では既存の登記と一体のものとして、当該既存の登記と同じ順位で公示される。例として、大の不起登記等がある。登記は、当事者の申請または、官庁、公所の職託に基づいて、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。不動産が2以上の登記書の管轄区域にまたがる場合、 法務省令で定めるところにより、法務大臣、または法務局もしくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務を司る、登記書を指定する。そして、登記の申請を、当該2以上の登記書のうち、1の登記書にすることができるのは、登記事務を司る、登記書の指定がされるまでの間に限られる。概要表示に関する登記は、 登記名義人からの単独申請による。表示に関する登記は登記官が職権ですることができる。以下のものには申請義務が課せられている。権利に関する登記は登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則である。どのような場合に登記権利者が登記義務者に登記手続きへの協力を求めることができるかは登記請求権の交参証。以下の場合には、 単独で申請することができる。様式性が極めて厳格であるため、各専門家に依頼し、登記手続きを行うのが、一般的である5月11日、衆院法務委員会法務省政府答弁がある。なお、登記権利者と登記義務者が一人の司法書士に、委任することは双方代理に反しないとされる。登記権利者と登記義務者申請情報と、添付情報登記を申請するためには、 登記書に登記申請情報と添付情報を提供する必要がある。登録免許税登記の申請にあたっては、登録免許税を納付しなければならない。額の算出のオフカンプ申請が却下されたとき、申請の取り下げがあったとき課題に登録免許税を納付して登記を受けたときである。再使用証明登記の申請があったときは、登記官はこれを受け付け、受付番号を付す。 当機官は、権利に関する登機の実態については、形式的審査権しかないとされ、投機母及び提供された情報のみをもとに、法25条各号の却下自由にあたるか否かを審査し、それ以上、真実そのような物件変動が生じたか否かまで、審査することなく、登機を行う。ただし申請人については、当機が申請人となるべきもの以外のものが申請していると、 疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。この調査はあくまで申請権限の有無についての調査であり、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない2月25日民に457号通達第1から1。これに対し、表示に関する登記については、登記官は実質的審査権を有し、 必要に応じて実地調査を行う権限を有している。法25条の却下自由に当たらない場合は、登記官は申請に基づいて登記簿に記録する。これによって法律上登記が完了する。登記官は登記が完了した時は登記権利者に登記識別情報を通知する。登記は本来は権利関係について一般的に公示されることを目的として、 誰でも、登記事項証明書の交付請求はできるが、近似、不動産会社の営利目的による広範な、交付請求、情報取得及び権利者への営業活動等、本来の規定趣旨を逸脱した、交付請求が見られるようになった。登記簿には、権利者等の氏名及び住所等個人情報の記載があり、また、認知症等による高齢の権利者の判断力低下と、 その相続予定者の権利確保の点から、個人情報保護の観点及び、無権利者による不足の侵害行為の防止から、立ち遅れている交付請求の現状について、当事者としての権利制要件の議論が行われつつ、ある。登記事故証明書には、登記記録の全部を記載した全部事故証明書と、一部を記載した一部事故証明書がある。ただし、 移り木に適さない登記簿などは、旧法21条に従って、登記簿登本、小本が交付される。コンピューター化された登記簿の登記事項証明書等は、どこの登記書でも日本全国の証明書が取得できる。登記事項証明書の交付を請求するときは、収入印紙で、手数料を納付しなければならない。1985年度から2020年度までは、 当期に関する手数料の歳入が、当期と区別会計の歳入とされたことから経理を区分する必要性から収入因子ではなく、当期因子だったが、2011年3月31日、限りで当期と区別会計が廃止されたため同日限りで、当期因子は廃止された。すでに販売された当期因子は現在でも使用可能である。なお、 登記事項証明書はすべて書面によって作成され、電磁的記録によって作成された登記事項証明書の交付を請求することはできない。ただし電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により、登記書が保有する登記情報をインターネットを利用して一般利用者が自宅または事務所のパソコンで確認することができるようになっている。提供される 登記情報の内容は、登記事項証明書と同一のものであるが、証明書としての効力がないものである。さらに、登記情報の交付の際に、紹介番号が付与され、行政機関への電子申請の際に登記事項を、証明書に変えて、紹介番号の付記により、手続きができる。登記官の処分に不服があるものまたは登記官の不作為にかかる処分を申請したものはは、 審査請求をすることができる。登記官の処分について内容を限定する条文は存在しないことから不動産登記法に関するすべての行為が含まれる。ただし、登記官が職権で登記を抹消できる場合は限られているので、それ以外の場合について登記を抹消するよう請求することはできない。登録免許税について不服がある場合、審査請求は 国税不服審判所長に対してすべきである。申し立て具体的処理を指揮当期監督法務局、または地方法務局の長は、法157条3項の処分を命ずる前に、当期間に仮当期を命ずることができる。この仮当期または、法157条3項の命令に基づく当期を、するときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、 命令によって登記する旨、登記の年月日を記録しなければならない。ありがとうございます。